サンテックシンガポール国際会議展示場外観サンテックシンガポール国際会議展示場内部サンテックシンガポール国際会議展示場はサンテックシンガポールとして知られるシンガポールのマリーナ地区にあるコンベンションセンターマリーナ地区再開発計画の一環としてサンテックシティモールに隣接する形で1995年8月30日に開業した以前は 単純にシンガポール国際会議展示場と呼ばれていたが、現在の名称に2001年10月29日に解消された。現在のオーナーはサンテック不動産投資信託である。2003年には NHK のドジマンの公開放送が開催。2010年シンガポールユースオリンピックではボクシング、フェンシング、ハンドボール、柔道、テコンドー、 レスリングの会場として使用された。サンテックシティモールはシンガポール最大級のショッピングモール。300以上の小売店、100店の飲食店及び50台のワゴンショップ券を連ねる。富の泉という世界最大級の噴水も名物。ありがとうございます。